月が見えてきたよ。ラブよ。はい、配信のお時間でございます。水曜日は、相模原市の過去の広報動画を見ていこうというそんな配信でございます。一応ね、火曜日から金曜日、まあ土曜日とかも土日もまあちょこちょこアーカイブの配信とかありますんでね。だから月曜日、日月はさすがにちょっとお休みにしていいなという感じがありますからね、一応毎日あげたいなって。ショート動画の方はね毎日あげてますけど、まあこの長物の方はねできるだけあげたいなというのがあるんでね。昨日は火曜日が、コメント返しで、水曜日が水金か、水金が懐かしの広報動画で、木曜日が、古地図航空写真となっておりますんで、今日は水曜日、懐かしの相模原市広報動画見てまいりましょう。今日1983年8月の相模原を見てまいります。早速行きましょうか。ちょっと待って、心の準備こっちできてるんだよ。いきなり始まるんでいいんだけど、ちょっと大きさ整えますね。こんな感じかな。じゃあ見ていきましょう。 Here we go。 1983年8月の相模原市ですね。切の歌響き合う、40年前か。この相模川っていうのはどういう川でしょうか。なんかやおらな始まり方したね。松坂さん、やっぱり俺なんかの一番のな生きがいの川だよな。いいね。すぐ自分はすぐ上なんですよ、こっちは。一番馴染みがあるのこの川だね。まあすぐ上って大島にしてもらうかな。大島って相模川以外あったっけ。川なんか流れてた、細いのがなんか流れてるよね。美しい景観を誇る相模川、四季を通じて大勢の人々が訪れ、あゆ釣りや水遊び、バーベキューなど。今とやっぱちょっとやっぱ河川敷の感じが違うかなという感じ。おお。しかし河原を歩くと皆さんの食べ残し、これ今でも問題だよ。空き缶などが目立ちますね。ひどいね。当時からひどかったんだ。ね、お父さんの小さいかった頃の川、この相模川とはどんな感じでした。感じて、もっと川を、空き缶なんかなかったですね。空き缶も物が何もない。太鼓の音、これ何の音。こんな石ころ、もしたとこ全然ないよ。船が13度目にあったかな。すごい。それから比べると今は、太鼓の音するの。これ動画の音だよね。外の音じゃないよね。どういう川になってほしいですか。そうね、やっぱり綺麗な川であってほしいとは思うんですけど、そうですね、はい。まあまあまあ綺麗っちゃ綺麗ですけどね。40年後もね、みんなでちゃんとやってほしいし、もちろん自分たちもしなきゃいけないことだと思うんですけど、川はみんなで守ろう。相模川っていうのは昔からやっぱり鮎の取れる川っていうので、やっぱり綺麗な川っていうのがやっぱり有名な川だったからな。やっぱり俺なんかやっぱりそういう川に何が何でもやっぱり戻したいっていうのを。笛が鳴ってるよね。今さっき笛鳴ってたよな。なんか祭りかなんか言ってたのかな。太鼓と笛の音がしたぞ。私たちは何をすべきかをテーマに開かれた相模川シンポジウム。はい。緑、水、太鼓さん。若いな。やっぱなんか90年代の太鼓さん見てるから。うん、若いね。何期ぐらいやってたんだろう。10期、2期、3期、3期、4期ぐらいやってるってことか。なんかもう80年代って感じだね、みんな着てるものがね。アジサイか。やっぱこの頃からね、相模川をきれいにしていこうっていうのが。神奈川県知事、長州、流すか、流す、123、違う、皮膚、皮膚、1か、違う、なんていうんだ、12で。
河原で長州1、2ってこと3が欲しいもんねなんかね3があればひふみだもんな。ひふ、ひふさん、ひふさんってなんかちょっと座りが悪い気もするけどね。大谷静子さん、あ、一般の公募で選ばれたんですね。緊張してますね。木下邦博さんかな。素晴らしい自然があります。この自然を教材として子どもたちに生きた知識、生きた体験を吸わせる必要があるんじゃないかと思います。そうですね。南側の水と空気を西山栄一さんかな。やっぱり昔からこうやってね、みんなで意見を言って、みんなの知恵を借りて相模川って守ってきたんだね。いわゆる相模川中流域になるのかな。竹中秀夫さん、上流域だと山梨だと思うね、今僕いるところね。下流域になっちゃうともう湘南とか、あの辺平塚とかになっちゃうもん。だから中流域だね。このシンポジウムを機にいたしまして、相模原浸水元年となりますことをお誓い申し上げます。浸水って親しむね水がこう入ってくる方じゃないよね。明日の相模川を考え、とっても熱気あふれる意見が提案されていた相模川シンポジウム、いかがでしたか。今もやってんのかな。環境情報センターとかでエコパークか、エコパークとかでやってそうだね。はい、関根さんよろしくお願いします。関根さんどうぞよろしくお願いいたします。普段着でありがとうございます。早速なんですけどね、私たち市民がこの相模川を守っていくためには、どんなことを心がけたらいいんでしょうか。そうですね、相模川の市民の皆さん方が一人一人ですね、この相模川の自然とその美しい水、これそのものをですね、考えていただきまして、一人一人が注意し合えば立派な相模川が、そうだね、それからあのまた先立ってのこの歌この歌何なんか歌が流れてきてんだけど、この歌の問題をですね、これから相模川の会といたしましても、やっぱタナとかアライソとか大島の人にとっては相模川は遊びの場で、それ以外の地域の人たちにとってはね、こうやってキャンプとかで訪れる場所だから、やっぱりこう憩いの場としては相模川っていうのはやっぱしあるよね。だいぶ川の形が違えななんか水量が全然違うことない。こう大島の方でしょ多分。なんかこんな歌あるの。おー来た、名号シリーズ。なんか提灯ですか、すごいね。本町神溝か。神溝とは、え、なんて言ったの、松坂さん、やっぱ神溝か。あ、なるほど、提灯全体じゃないんだね。北村塗装工芸とか、おい北村米吉さん。面倒でもこれに限ると、1900、7年生まれちょっと待ってよ7年生まれ、すごいな。たくさん提灯がいろんな種類ありますね。あのこれ何種類ぐらいあるの。手書きかよ。なんとも、そうな。神溝はやっぱ提灯なのか。夏祭りもそうだもんな、みこしの周り提灯だもんね。自分の親父が、あ、二代目ってことですか。お次になったってことです。すごい。17。やっぱ名工シリーズみんな10代からやっぱこう弟子入りというか、その世界に入っていくんだね。髪型がいいね。これだって下書きしてないでしょ。待ってよ、熱くない？あ、焼き切ってんの？どういうこと今？炭で書いてるのか。炭なんだ。
すごい。今度自分でボトル始めた。一人で独立なさって。独立なんだ。一日今はだいたいどのぐらい。やっぱ下書きしてんだね。墨で下書きしてから筆入れるんだね。5つ。それでもさ、こう提灯だから竹があるからさ、でこぼこするわけでしょ。それであんな絵描けるってすごいよな。あ、息子さん。いやー息子さん、よかった。ついでよ。お父さんはお父様のお手伝いを今してらっしゃる。うん、つづるんでしょ。おいくつぐらいから始められたんですか。そうですね、ちょうど。いやー息子さん、いかにも80年代。10年前。きっと、あ、すごい。きっかけは。そうだね。一時ね、あの親父がもう病気で。倒しました。それであのね、もう1で、1台進むのかないから。え、今おいくつぐらいだよ。50、ああでも。40代なら70歳ぐらいか。今もどうなんだろうな。いや神溝行くけど提灯屋さんって聞かないもんね。だからもしやってればこの息子さんの息子さんですよね。息子さんが自分のやってたものを継いでくださるっていうのを、いやこれ一番いいことですよ。一番いいことですよ。口嫌じゃないけどやっぱりね。いや一番いいことで、こうやっぱね、こう代々継いでいくっていうのがね。提灯作りをずっと続けていらっしゃいますか。奥さんもやってんだね。奥さんもね、もうこの名工のそばに奥さんありだよね。家族でやんなきゃね。まあできるだけ上手にね、まあ頑張って。提灯作り60年の北村米吉さん、今では息子さんの勇さんという後継者を得て、ますますお元気に提灯作りに励んでいらっしゃいます。はい、いいことです。北村さんが一つ一つ心を込めて作った提灯は、皆さんの地域のお祭りを一層華やかなものにすることと思います。うん、いいですね。今ね、よかった。宮上賞、橋本になるのかな。宮上だから私はなんかこう比較的あったらしいね。アジサイかな。商店や工場が多く、そうだね、遊び場が少ないため体育の授業で精一杯体を動かしています。うん、私たちは自分たちで課題を探し、いろいろな方法で試し、境川が近いけど、体育の授業ができるよう、まあ、河川敷はないもんね。みんなで工夫しながら頑張っています。うん、やった、できた、わあやれた。うちの息子はあれで骨折してますけど。宮上小学校。特色ある学校づくりを進めている。でか、広くない体育館なんか。宮上小体育館か。なんか行った覚えはあるな。おお、すごいこの子。意外と体育館って結構似てんだよね、中入ったらね。あんま特色がある感じじゃないんだよな。いろいろな動きを数多く体験します。おー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 、すごいすごい。おー楽しそう、楽しそう、楽しそう。おー楽しそうですね、楽しそうですね、楽しそうですね。楽しそうですね、楽しそうですねって感じですか。すごい、おお、すごいすごい、エクソシスト。おお、そっからそうするか、すごいね。そして高学年のテーマは進んで課題に立ち向かう子。よく回る。おお、すごいなこの子も。昔の子はやっぱ身体能力高いよね。いや僕の小学校の時はこういう子いたもんね。やっぱね、すごいぐるぐる回る子ね。まあこういう鉄棒とか今ないだろうな。危ないもんな、手挟むよ絶対ね。ああ、そうやって目標を決めるんだ。おおおおお。ああ、でもこういうの縄跳びとかもあった。え、あ、グライダー、グライダー。ほほほ、おおいお、ちょっと待ってよ、これなんて技、これ危ないよね。今絶対できないよねこれ。怖っ。砂になってる。すごい。
足掛け前前っていうのか今の。できるようになりました。すごいね。私は鉄棒が大好きになり、頑張れば何でもできるんだ。水上城隣って団地だっけあそこって。いやちょっといいもの見せてもらった。すげえな。はい、皆さんこんにちは。こんにちは松坂さん。このコーナーでは町の話題や力のお知らせなどを拾ってお送りします。まず最初は伝統の小引きの話題です。小引き、皆さんこの、はい、きなのこぎり、小引きね、何使うと思いますか？小引き、これは前引きと呼ばれるのこぎりで、違ったね。丸太から柱や板を切り出すためにあるものなんです、ね、そしてこの作業をする人を小引きと。なんか今松尾さん口の動きと声が合ってなかったね。王の来た郷土の会では、おすごい、この伝統ある小引きの技法を記録に残そうと。小引きなんて今見ないよな。小引き職人天野直一さんにこの技法を披露してもらいました。天野さんは現在83歳。ここでも名工が30年近くにわたり名工がいましたよ。小引き職人をしていたベテランです。まずこの作業は輪場と呼ばれる作業台を作り、この上に丸太を乗せ、はい、材木の切り出し作業を行います。天野さんは機械を使ったものより小引きの方が狂いが少ない良い材木が取れるんです。そうやっぱめ、いやそれは技術の問題だよな多分な。触れ合いの旅の話題です。何触れ合いの旅。あ、今回はこれ毎回出てますよね。障害者の方のね、その家族の方に旅の楽しさを味わってもらおう。これでも密着してる時もあったよな。両日触れ合いの旅に招待しました。この旅はどこ行ったんだろう。昨年相模原市が国の障害者福祉都市に指定されたのを機会に進められたもので、今年で2回目。あ、2回目か。じゃあルッカーランドの方で見てるのか。地元の障害者との交換、マリンパークの見学、そして花火大会や海水浴などスケジュールが盛りだくさん。いいね、楽しそう。みんな生き生きと触れ合いの旅を楽しんでいました。最後は秋の味覚の話題です。あ、市内にはそっか、もう秋の味覚か。ぶどう、梨、栗などの直売やもぎ取りが楽しめるところがたくさんありますので。なんで松田さん数えたんだろう指で。ぶどうは大沼地区を中心に、大沼ね、8月から9月中旬にかけてが最盛期です。8月中頃から9月いっぱいは、梨と栗のもぎ取りが大麻や下溝で。そうだね、大麻だねやっぱね。なお手書き会手書き会、皆様に広く秋の味覚を楽しんでいただく。まあそっか、この時期だから、だからパソコンとかそういうのはないよね。大体手書きだよな多分。配布しましたのでご利用ください。詳しいお問い合わせは、いいなぁ、ちょっとなんか、あ、でももう11月だもんね。このビデオ広報ふるさと相模原は、市役所、出張所、金融機関、国鉄橋本駅など。国鉄橋本駅来ました。国鉄橋本駅来ましたよ。いやー松坂さん、なんかちょっとなんか今日松坂さんちょっとキュートだね、可愛かったな。うん、はい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 。1983年8月の相模原でございました。見どころさんを挙げるとしたら、どこでしょうね。まあ今回相模川ですか。いや昔からやっぱこういう問題あるんだね。この今もね、今はもっとキャンプ多くなったからね。あのね、お父さんの、お父さんこれ何やってたんだろう。お父さんこれ何やってたんだろう。鎌持ってんだけど、草芝刈り来たのかな。シンポジウムありました。この方の名前の呼び方が何だろう。中洲長州じゃねえよ、中洲だよな。カズフミかな、カズフミさんだろうな。123じゃないよね。3がないとやっぱな、ひふみだもんね、3があったらな。あー、やっぱこれが名工シリーズだね。名工シリーズいいですよ。うちの親父も名工ですからね、一応ね。でこれ初めてじゃない、息子さん出てきたの、後継いでるの。なんか今まで名工シリーズは奥さんは出てきたけど息子さんが出てこなかったんだよな。いいですね。
して宮上賞。これすごいな、この身体能力がすごい。これ何、今やってないよ絶対、これも絶対やってない、これ絶対危ないもんね今考えたらさ絶対やんないよね、すごいな。当時の子たちは小引きね、これもちょっと見てみたいな。もういらっしゃらない80代って言ってたもん ね、うん、はい見てまいりました。いやーなんか今回面白かったですね。なんかやっぱこの頃から相模川はみんなで守っていきましょうと40年前ですかなったんでね、うん、今はもっと広域的にね、さっき言った中流域だけじゃなくて上流とか下流とかとまたタッグを組ん で相模川の場合ほらお隣が厚木だったら江川だったりするから、そことも一緒にやっていきましょうっていう広域での取り組みっていうのが今相模川は多いよね。相模川流域なんとかかんとかってあるもんね、うん、ね、綺麗な川ですから、はい、ぜひ守っていければいいと思います。はい、というわけで今日1983年8月の相模原市見てまいりました。明日は、古地図と航空写真皆さん見てまいりましょう。ちょっとね、一応こういうこと言ってるけど、仕事の関係とかで変な時にアップしたりとか、いやちゃんとアップはしますけどちゃんとアップするけど、どのタイミングでなるかとか分かんないで気長にお付き合いください。ありがとうございました。